ちょ、小話していいか。ここで小話を一つ。最近小話のコーナー凝ってんだよな。小話っていうか、あ、俺がさ、よくさ、デッドバイデイライト一緒にやる地区登ってんじゃん。この前そいつがなんかツイキャスかなんかやってて、あ、俺の話になったらしいので、元々いる地区登の番がなんか俺の悪口バーって言ったら、兄貴のこと悪く言うのやめてくださいって言ったらしくて、香川に洗脳された時の右京地みたいになってたわ。香川のにしょんべん飲まされてさ、右京地の視聴者が、おい、あんな奴と絡むんじゃねえよって言った時に、香川さんのこと悪く言うのやめてくださいって、5年ぶり2度目の出来事が起きたらしい。一回も会ったことね、喋ったこともねえのに、俺のこと兄貴って呼んでんだよ。仁義尽くしてるな、あいつな。一緒にあれするわ、ヤクザになるわ。関東連合入ろう、二人で。右京地、右京地じゃねえ、名前忘れちったよ。地区のぼと。ごめんな、アウトロー配信者になっちゃって。みんなの期待に応えられない。一点アウトロー。小指詰めろみたいな配信すっかな。小指詰める配信。交互期待。